あったね。さあそれでは参りましょう。グランドファイナルインゲン VS ロム見ていきましょう。お願いします。さあよく見られるカードになってきたか。ファルコ対マルスというカード。さあ上投げからの展開、ここでいかに拾えるか。まあスライドオフはこのレベルになってくるとやってくるでしょう。なぜならこのファルコはめちゃくちゃうまい。ファルコさあブラスターからの横スマッチですよね。おお、なるほど。そこでリフ。そしてロン選手のこのリフレクターの復帰阻止の使い方面白いですね。いやー当てに行くんですね、あのリフレクター、はい、だいたいこのおっとダブルのレベルでしっかり火力を稼いで。さあここまで見ていった流れ、ロン選手なんかスピード上がってません？なんか展開早いなっていう。はい、こう操作精度がなんか勢いに乗ってるなっていう感じがしますが、おお、あの駆け上がりすごいですね。さあしっかりライブの展開やり直してインゲンです。さあここを空を飛ばして、さあ復帰させていいか。復帰が上手。これは短め。さあこの2連ブラスターはどうやるか。このさっきからのリフ空母、はい、すごい刺さってる。サム選手の時も刺さってまして、あのスピードで来るとなかなか対応難しいですからね。ただこれが続くと、まあ、インゲン選手も適応していって、じゃあリフレクターに来るんじゃないかっていう読み合いが今度出てきてますね。ですね、早めに上 B をしたり、はい、そうなった時にどうリスクが出てくるのか、ちょっと見どころですね。さあ横島入って、しかし引きがうまい。さあ横島先端狙っていくと、これはさすがに入らないか。このドリルが全然反撃を取られてないよ、はい、やはりそうですね。差し込むときは結構ラインの奥の奥の方まで行くので、はい、おーっとこれはミスってしまってる。さあパイナップルという現象ですね、うん、パイナップルの、おーっとこれはドリードリル。パイナップルの名付けは多分海外だと思うんですけど、あのフブプランドのね、はい、下でよく頭をツンコして自滅してしまうことからあのパイナップル。そう、ああ変更が低かったか。しっかり入っていって、さあ1ストック対1ストック並んできましたよ。限りなくいい、はい。あしかしロム選手このブラスター当てた後の展開も非常にうまい、うまいですね。あの距離があればさらに深めに差し込んでいく、距離が近ければ掴み等で自分の流れを持っていく。いいっすね、あの DA とかも当たっちゃうんですけどね、はい、すごいですよ。シールドドロップブラスターってなかなか難しいんですけど、ね、あこのまま今ちょっと匂いましたね。ちょっと匂いましたね。あ回避が出ちゃってる。さあこれから、さあこの伏線正解。おおっと横スマッシュ、これちょっとジャンプがあるか。これは怪しい展開ではあるが、横スマッシュ、さっきも言いましたね、あえて恋ガニして、はい、おおで9クロスね。4ストック中3ストック、このリフレクター空母でね当たってますね、はい、フォックスかなって思うようなフォックスじゃないですよね、ファルコなんですよ、ファルコのはずなんですよね。ファルコのリフレクターちょっと小さいはずではあるんですけど、しっかり近くに当てて、はい、さあそしてステージは移り変わり、ここは終点。さあこれですね、マルスの、はい、この武器阻止、下強からの武器阻止、はい、崖端でマルスに掴まれた時の絶望感は半端じゃないですね。ですね。おーっとスライドオフでうまく立ち上がっていく。さあ崖端に逃げていきたいが、さあしかしそこに横スマッシュ動いてある。お今回は、うん、マルスキラーしっかり決めていきます、ね、あえて崖端に立ってこう薄ガードを張っていくと、あのヒットストップ出しがかかったときに外側にスティックを倒すことで崖をつかめるっていうテクニックがあるんですけど、それを使ってしっかり復帰阻止をしていきます。おっとこれで空が難しいか。投げ置いてる。はい、ダッシュをしっかり使いますよ。お、あー横すぎる。今高さ難しかったですね。横ビーもしたかったところなのに、はい、ちょっと高さが足りなくて上必殺でやるしかないっていう状況です。さあここ、おおさあ裏当てになってしまって復帰が見えるか。さあこれは怪しいところ、あっとこれは攻防がすごい返ってくる。そこで横必殺が出ると大体こう復帰できないイメージがあったんですけど、はい、しっかり返ってきますね。おいおこのリーフ空母がバチバチに刺さってますね。さあしっかり引いてそこから火力を伸ばしていく。
さあまだまだ入る、まだ入る、これは復帰できるか、ちょっと届くか、これ横スマッシュですね。はい、さすがにこれは帰れた。なんで帰れるんだ。さあ対応してきましたね。ちょっと後ろ目に行って、そうですね、ちょっと崖から崖の位置から離れたところで復帰することでリフレクターをなんとかなっています。さあ、おーっとこれが入ってしまう。内側にすると横スマが確定と。崖端でシールド張ったらさすがに内側にスティック倒したくなりますってですね。さあ投げの展開持っていけるか。さあ絶空がちょっと難しいか。さあここから火力を持っていきたいロノファルコ。さあしかしそう簡単には許さない人間。さあこれ当てていきたいが、さしっかりしかし返ってくる。さあ D 当たって、さあこれ美味しいぞ。さあ画面がちょっと揺れてなかなか難しくなるか。さあここしっかり拾って、お前が裏当てになってしまう。さあしかしそこからの展開まだまだ抱えているか。さあドリルで火力を稼いでいきたいロンファルコ。さあ1個見ているか。これははい、入っていてよく。さあ復調展開、絶空のまま滑ってくる。これはなかなか今日疲れる動き。海外だとあれずーっといってますよね。はい、決めていきましたね。さあしかしワン、さあこのフェイス、さあこれ帰ってこれるか。いいよ、スマッシュ。さあしかし先端ではないのでまだまだ帰ってくる。さああれやや短めに押しつつ、あーちょっと、あ暴発空上から空母センターそのままコンボでつながって撃墜。なかなか難しいですね。ですね、多分投げ行きたかったと思ったんですけど、はい、大ジャンプ空中前に化けちゃいましたね。しかししっかりカバーも効いてゲーム3。フックブランド、さあフックブランド、さあマルスが苦手と一般的にされているステージではあるものの、まあ、ここでね、はい、はい、影響でね、なんかプププの評価も変わりつつありますよね。すごいなんか二段ジャンプを即使ってこう左右台を使う動きなんかも、はい、よく見られましたね。ただしかし上強ぐらいしかこう左右台に届かないっていうのはちょっとマルス側からの苦手な部分ではありますね。ですね、横スマッシュが当たるんですよね、ここからスマッシュの台上だと。まあ、横スマ当たるのはどうなんだとか思っちゃう、はい、何で当たるんだろうね。おっと、これは跳ね戻りだ。こんな職人、おしかし、しっかりカバー効いて、もうなんかリフレクターへの対応はっていうところはありますよね。ですね、だんだんインゲン選手が対応してきて、はい、おっと、先ほども見られた光景、掴んだ瞬間にブラスターが当たって掴み外しになって落ちていくっていう現象が来ましたね。はい、うん、さあこれ横スマ先端がしっかり当たってきつい。さあドリル、おお、これマルスキだ。さあストックを取り合って人間選手が1ストックリード。さあ外に落ち出してこの復帰としてか、下スマッシュ、さあ下スマッシュ、鬼のような低いベクトル。さあそして横スマッシュ決めていって、さあこのガードもしっかり見ている。つかみの使い方もうまいですね。ですね、これは横スマッシュ入っていく。さあ復帰阻止のターンが無限に続いていくが、どこかで失敗するとっていうところはあるが、基礎師が決め切りましたね。すごい、あんだけマルスに決め切るの難しいんですけどね。難しいですよね、はい、お、さあこれ基礎二段ジャンプからのつかみ、はい、しっかり火力を稼いでいく。大ステージはむしろマルスが強いのか。おーっと、なんだかんだ取り返していく。横必殺の硬直中になんとか崖を掴もうって言ったところなんですけど、3ストック連続で取ってますね。はい、ノリにだったんですけど下投げ。さあノリに乗っているロム・ファルコ、さあこのまま取り切れるか。さあ中台もしっかり使って体力を伸ばしていく。おお、さあこの高さはバレていましたね。さあラストストック、さあここの展開なかなかこうプープランドでこう掴みからの展開っていうのはなかなか作りづらそうですね。この中央台も使って、はい、お互い難しそうなイメージ。さあこのジャンプが掴まれて、今のは難しいところ、左右台に乗るかそれとも落ちるかっていう今境界のところでした。さあこれがしっかり決まっていく。殿下の方砲塔剣コンボ、空前先端からの空下コンボ、
なんで繋がるんですかね。強すぎる。さあ見ていきましょう。 2対1で現在インゲン選手が優勢。これを取ればインゲン選手の優勝が決まります。一方ロム選手はこれから2本取ってグランドファイナルのセット2に持ち込まなければ優勝への道は開きません。さあリフレクターでしっかりコンボ稼いで締めていく。さあマルスキラーしっかり決めて撃墜。復帰阻止がすごい精度高いですね、やっぱり。そうですね。しかも復帰阻止失敗して逆にやられるみたいなシーンほとんどですね。これはないですよね。一策届かない。はい、さすがに撃墜でしょう。さあしっかりと、さあこの展開でうまいですね。ここで自分の展開を持って、さあしかしダッシュの感性がちょっとつかなかったが、さあそこで人間選手のターンが来るが、しゃがみからのそのまか回避をしっかり出ている。さあ横スマッシュがすげえが入っていく。さあ復帰戻れるか、さすがにジャンプを残しているが基礎値がうまい。空中ジャンプはたくさん完璧でしたね。あえて急降下を入れずに高さを伸ばしたまま泳ぎを誘っていきます。さあブラスターの位置を低く保って、さあブラスターをかけていく。さあブラスターの展開のニュートラルのうまさがすごい、はい、横スマッシュ。おえ、これあるの。あわやといったところ。楽しんでそうな。さあこれはさすがに激戦ですね、はい、しかし 100% であればまあ十分チャンスでよかったと言えるでしょう、うん、近距離の横必殺も許さなくなりましたね。確かにそう、横強あそこ空港行かずに、はい、偉いというか偉いとか言ってたんだ。空港は足が長い。ハルコ使い独特のあの空港系ですね。はい、まあ、ハルコといえば長ジャン空港が着地式がないことで着地式やってないんですね。はい、それを利用してこう長ジャン空港であのリバーサルで暴れるっていうのは結構強いんですけど、さあリフ掴みを2回取れるじゃないか。しっかり当てていって、さあここの展開、さあしゃがみを使っていくが、これはさすがに帰れないか。さあこの展開、さあしかし空中回避を使っていった。ここまで見せてこなかった復帰タックですよね。ですね、空中から。おお、これ先端なんだ。先端に入ってしかも撃墜。さあまだまだ分かりませんよ。さあインゲン選手ここを取り切ってバトルゲートウェイ42回優勝できるか。お、さあしかしドリルの変更が非常にうまい。 154% まだまだ耐えている。耐える。さあギリギリのマルスならうまい。そこ出しちゃえばまだ耐えるか。伸びきっていった。伸び切っていきましたね。はい、この展開でもまだマルスならって思うのがやっぱ、はい、マルス強いですよね。やっぱりさすがにブプランドでも寿命を迎えましたね、うん、さあカウンターはどこになるんだろう。はい、勝負の行方はゲーム5ポケモンスタジアムに委ねられます。さあ見ていきましょう。グランドファイナルセット1ステージはポケモンスタジアム、お互い2対2最後の1本をかけた勝負が始まります。さあ開幕ダメージ有利はマルス側ではあるが、しかしマルコも防御はしっかりしているので、はい、そのまま取られるということなく、さあこう火力残していきたいが、うん、しっかり短く取っていく。さあ空下が届かない範囲までしっかり引いている。さあプレッシャーをかけていって、さあこのこれがうまい掴みのタイミングが本当うまいですね。さあ下強読みとして割っていたちょっと距離が足りなかったか。さあさあこのタイミング、ちょっと急降下を読みつつの NB でしたね。ですね。これに対して急降下をしないという選択肢、ジャンケンもしっかり読み合いを勝っていく。さあこの崖の攻防、この状態どう上がるか。さあしっかり距離伸ばしていく。さあ切ったのは残像。さあドリルが入って、さあ先に1本取るのはどちらだ。さあ奥に転がるのを読んでいた下強攻撃で撃墜。すごいよ、こっちも読んでる、うん、さあお互い1ストック取って残り3ストック。そうですね、1ストックの取り合いでもう1分半経ってますよ。珍しいですねここまで。はい、
さあしかしダメージレースになるとやはりファルコ強いですね。ですね。マルさんやっぱり早期撃墜を、はい、欲しいところですが、さあしかしそんなもの関係なし、ダメージを取っていけば問題なし。下行攻撃はあっとこの自滅は非常にうまい下強攻撃でした。その後の反転の絶句が難しかったですね。さあしかし素晴らしいコンボでした。さあここから拾っていきたいが、おお先端、むしろ空前当たらなくてよかった横澄ませたんですね復帰された可能性が、はい、フォローが効いて横澄ませたってでしっかり、さあそしてシーリフもしっかり決めていってダメージが溜まっていく。さあお互い五分と言っていいでしょう、うん。さあここでお互い自滅が1-1なんで、まあ、はい。さあしかし痛恨の一撃。さあしかしその分ストックを取ればいいんです。おお、さあさあゲーム5ラストストック、この 1本は非常に大きい。人間選手が取れば優勝、ノム選手が取ればグランドファイナルのセット2にもつれ込みます。さあ開幕ダメージはファルコ側が優勢か。さあここにリフクターが入って、お火力を取っていく。おお、下スマッシュ、下スマッシュ裏に飛んでいく。さあしかしブラスターの圧、ここをどう、来た、さあきっかけが入っていって、さあしかし空前はこれは後ろにあっていく。さあここから、お、あ、横スマは逆側であった。さあ枯れるか、まだ復帰、まだまだ続く。161-116復帰してくる。どこまで帰ってくるんだこの人間マルス。さあここがね、しかしまだまだ帰ってくるか。横スマ先端決まった。選手、はい、第42回バトルゲートウェイ、改めて優勝はインゲン選手です。おめでとうございます。いやー、最後の攻防激アツでしたね。激アツでしたね。あの状況でリフ空母なんてできないですよあの状況で攻める、お、はい、余韻も残っている中ではありますが、さあカメラマンも、カメラマンもカメラに映ってますね。カメラマンもカメラ。さあこの後、まだまだパーティーは続きます。ダブルスのグランドファイナルもこの後待っておりますので、皆さんぜひ見ていってください。改めて人間選手優勝おめでとうございます。